私たちの周りはフォルムアルデヒドやハウスダストなど健康を脅かすさまざまな有害物質であふれています。そこで藤原化学では体に優しい自然素材たっぷりの珪藻土壁材をおすすめします。珪藻土は植物性プランクトンの化石が主成分で、身近なものとしては七輪コンロの材料として使用されています。それにのり材などを加えて作ったのが珪藻土壁材です。珪藻土壁材にはアスベストは含まれていません。また国土交通大臣認定の防火材料でもあり、シックハウス症候群の原因になる有害物質の放散もありません。素朴でぬくもりのある風合いが魅力で、脱臭、結露防止、防カビ、調湿、断熱などの機能性にも優れています。その主な機能についてご紹介します。保温・断熱機能が高く、冷暖房の効率がアップし、光熱費の節約になります。調湿機能もあり、部屋の湿度が高い場合は空気中の水分を吸収し、湿度が低くなると水分を放出します。珪藻土壁材には消臭機能もあって、お部屋を快適に保つ最適の壁材なのです。さあ、あなたも珪藻土壁材を使って素敵なお部屋作りをしませんか？塗り方もとっても簡単ですよ。それではご紹介してまいります。塗ることのできる面積は商品のパッケージに記載されていますが、一箱でおよそ1坪、畳2枚分の広さです。さらに広い面積を塗る場合にはお得な3坪用の商品もあります。壁材を練るために必要なバケツ、大きさは壁材を練る量に合わせたものを用意します。壁材を練り合わせるために必要な水、水の量を測るためには空のペットボトルなどを利用すると便利です。そして塗ってはいけない場所を保護するマスキングテープやシート、シートの代わりに新聞紙などを利用しても OK です。珪藻土壁材はきめ細かい素材なので、水と混ぜるときに舞い上がって吸入してしまう恐れがありますので、マスクの着用をお勧めします。作業の際にはビニールの手袋を利用すると手が汚れにくくなります。壁材を塗るための道具として、台所用の凹凸スポンジ、コテバケ、コテなどが使えますので、仕上げの好みによって選んでください。それでは作業に入りましょう。まず壁材を塗ってはいけない場所の保護を行います。柱部分は壁材の厚みを考えて下地から 2,3 ミリくらい離してマスキングテープを貼ります。さらにスイッチやコンセントも養生します。最後に床が汚れないようにシートや新聞紙などで保護してください。壁材を塗る前には状況に合わせた下地の処理をする必要があります。古壁下地の場合です。手で触っても落ちない強い下地の場合は、壁面のホコリなどを掃除機やブラシで取り除きます。手で触ると少しポロポロ落ちる場合は、乾いたタオルなどで表面の落ちる部分を軽くこすって落とした後、掃除機で表面の粉分を吸い取ってきれいにしておきます。
その後で水性下地強化剤アクドメールなどのシーラーを塗り、弱った下地を固めます。アクドメールの場合、原液を水で 2,3 倍に薄めたものをローラーなどで塗り、およそ1日程度十分に乾燥させてください。少し触っただけでボロボロ落ちるような極端に弱い下地の場合は、霧吹きや濡れタオルなどを使い、古い壁材に水を染み込ませ柔らかくさせてから、ゴムベラなどで取り除いてしまいます。古壁に深い傷や極端に大きな隙間がある場合は、市販のパテ材などを使い、コテやヘラでへこみを埋めてください。固めに練った珪藻土壁材を使用することもできます。数ミリ程度の浅い傷や小さな隙間がある場合は、珪藻土壁材をやや固めに練り、コテやヘラでへこみを埋めます。市販のパテ材などを使用することもできます。へこみのあるビニールクロスや古壁下地の場合には、珪藻土壁材をやや固めに練り、コテやヘラでへこみを埋めます。その際、コテやヘラを少し縦気味にして使うと簡単に埋めることができます。ビニールクロスに浮きや剥がれのある場合には、接着剤を使い貼り付けるか、カッターで少し大きめに切り取ります。切り取った後のビニールクロスの下の白い紙についても水を含ませて柔らかくしてから取り除きます。ビニールクロスを取り除いた部分は、先ほどと同様に固めに練った珪藻土壁材をコテやヘラで塗り込んで平らにします。練った珪藻土壁材を長時間使用しない場合は、ビニール袋やラップなどをかぶせ密封して乾燥しないようにしてください。石膏ボードや合板などの下地の場合、釘やビスで錆の出る恐れのある部分には、あらかじめ市販の錆止め塗料を塗ります。ボードの継ぎ目にメッシュテープを貼り、その上をパテ材などで処理します。同様に釘やビスでへこんだ部分もパテ材などで処理します。この場合も固めに練った珪藻土壁材を使用することもできます。乾燥後、パテ処理部分が少し盛り上がっている場合には、サンドペーパーをかけて平らにしておきます。それでは珪藻土壁材を練っていきます。まずバケツに基準水量の8割から9割程度の水を入れます。壁材1箱あたりの基準水量が 2.4 リットルですから、2リットルと500ミリリットルの空のペットボトルをそれぞれ1本ずつ使用すると、水の量が分かりやすく便利です。次に珪藻土壁材をバケツに入れます。その際、壁材を吸入しないようにマスクをすることを忘れずに。バケツの中で珪藻土壁材を水と混ぜます。混ざったら30分以上放置します。そうすると練り始めにあった壁材のダマに水分が染み込み、潰れやすくなります。長時間放置する場合は、ビニール袋やラップなどをかぶせ密封しておきましょう。珪藻土壁材は密封しておけば、洗
セメントのように固まることがなく、翌日でも使えます。塗る前に残りの水を入れてさらに混ぜます。硬さはマヨネーズくらいの硬さが理想です。まだ硬い場合には水を少し加えて硬さを調整してください。さあ、それではいよいよ壁材を塗っていきましょう。今回は台所用スポンジを使って行います。凹凸面で練った壁材を直接すくい取り、壁面に塗りつけます。まずは隅や端の部分から先に塗りつけると作業がしやすくなります。スポンジの凹凸面全体を使い、ぐるぐると円を描くように均一に材料を伸ばします。その際に壁の四辺が薄くなりやすいので、少し厚めに塗っておくと良いでしょう。全体の厚さを均一にするための大切なポイントです。作業途中、壁材が固めになった場合は少量の水を足して硬さを調整してください。柱と柱の間など一つの面は途中でやめないで一気に仕上げます。仕上げは塗りつけた壁材が乾燥しないうちに行います。また広い面積の場合には塗りつけながら仕上げをした方が良いでしょう。それでは仕上げの例をいくつかご紹介しましょう。スポンジを使った仕上げです。このようにスポンジの凹凸を利用すればそのまま仕上げになります。次にコテを使う仕上げです。意識的に多少ムラを残す程度の方が風合いよく仕上がります。スポンジなどで塗った後、仕上げヘラ、スムーディーを使うと平らで滑らかな仕上げも簡単にできます。コテ刷毛を使い、薄くハケ目を残して仕上げるとまた雰囲気が変わります。仕上げが終われば、塗った壁をこすらないように気をつけてマスキングテープを剥がします。通常は壁材が乾く前に早めに剥がしてしまいます。乾燥してしまうとマスキングテープに壁材がくっついてしまい、壁材が一緒に剥がれてしまいますので、乾燥後に剥がす場合にはテープに沿ってカッターで軽く切れ目を入れながら剥がしてください。さあ、完成です。乾燥後についた手垢やほこりなどの汚れは、固く絞った濡れタオルなどで軽く拭くことができます。いかがでしたか？珪藻土壁材はどなたにでも簡単に塗り替えができる優しい自然素材です。作業する人や仕上げの方法によってそれぞれの風合いが出ます。ぜひ珪藻土壁材であなただけのお部屋作りに挑戦してみてください。